どうもこんにちは。滋賀を自慢したくなるローカルメディア、滋賀とこの林です。この動画は滋賀県が実施している農山村お試し移住の各エリアを約3分で簡単に紹介していこうという動画です。今回はもうその最終回ですね。米原市の東草のエリアについてご紹介します。どの辺にあるのか地図で見てみましょう。 Google Earth でズームイン、こちらです。はい、ということで、いわば岐阜県との境になりますね。米原の中でも伊吹山というですね、大きな山のその中腹あたりにある旧伊吹町東草のエリアになります。車でのアクセスで言うと、名神高速道路米原インターチェンジから30分ぐらい、名古屋市内からだと約1時間15分、大阪市内からでも2時間ぐらいという距離感になります。この地区はですね、昔から炭を作って生計を立てておられた集落らしくて、その炭は山を越えて今の長浜市にある国友鉄砲さんに提供されたということで、鉄砲火事で栄えた歴史があるそうです。実際に使われている炭焼きの窯とかもですね、案内してもらったんですけど、これもすごないですかね。炭焼き体験とかも今は定期的に開催されているらしいんですけども、イベントで使う用の現役の窯だそうです。ただ炭焼きっていうのが昔から全然儲からなかったそうでですね、結構貧しい生活も送られたという話も聞けたりしてました。本当に鬼滅の刃の第1話の話ですよね。炭治郎が罪を背負いながら苦労しているあの世界がそのままやっぱあった地域だそうで、もうそういうリアル炭治郎を経験してもらえるじゃないかなと思っているようなところです。他にもね、鶴籠網とか魚釣りとかいろんな体験ができるんですけど、やっぱりここは山の暮らしが体験できるっていうのがこの地域の特徴じゃないかなと思ってます。ここでお試し移住をさせてもらえる古民家がこちら、平屋のこちらの写真になりますね。ただ現状はちょっとまだ手つかずのままの空き家になっててですね、家主さんがこれから夏にかけて改修をしていって、秋頃にはできるんじゃないかなという話をされておられました。で、その改修をしてくださってる方というのが、この乗雲さんという方です。この地域の受け入れ団体でもあるんですけれども、東草の炭焼き食文化保存会というのをされていてですね、この地域の空き家いくつも自分で買ってですね、その空き家を自分で改修していって、この地域がどんどん存続できるようにということで、本当にいろんな活動されている方だったりします。ちなみにですね、この地区にはですね、昨年度実施した農山村暮らし座談会、今ちょっとここに画像出てたと思うけど、この座談会に出演してくださってた方で、篠田さんという方がここの地域にお住まいです。本当に、ね、先輩移住者としていろんなことを経験されてるんで、そういったこともいろいろお話聞かせてもらえたりするんじゃないかなというので、そういう意味じゃここでも地域もですね、お試し移住したら楽しい地域じゃないかなというふうに思っております。ということで、滋賀の農山村お試し移住解説動画、今回は米原市東草のエリアのご紹介でした。滋賀県が実施している農山村お試し移住、今年も滋賀県内6つのエリアで募集を実施しています。農山村に興味あるなとか、ちょっと田舎暮らししてみたいなとか興味ある方は、ぜひこの動画の概要欄に URL を貼ってますので、そちらからチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。